ケイちゃん？いや、なんでもないよ。そう、それよりわざわざありがとう。あれ、もういいの？ケイちゃんの血のおかげで使えるようになった力よ。そんなの使っちゃって平気なの？本当に大丈夫なんだよね？ええ、あれぐらいなら。ほら、紙をすくから座って。ケイちゃんの髪、柔らかくて綺麗ね。うん、結構自慢なんだ。ケイちゃん、眠いの？別にそんなことは。いいのよ、寝ちゃっても。ううん、大丈夫。それより、ユメイさん。なに？その形でいるのって今も大変？大変ではないけど、少しずつ力が減っているのはなんとなくわかるわ。じゃあ、やっぱりダメなんだ。そうね、さすがに昼の光にはね。そっか。少しなら耐えられそうだけど、それで力を使い切ってしまうのももったいないでしょ？はい、おしまい。あ、それじゃあ、ケイちゃんはもう寝なさい。でも、あなたは昼の世界に生きているんだから、そのことを忘れてはダメ。うん。ほら、お布団に入って目を閉じて。うん。おやすみなさい、ケイちゃん。もう悪い夢は見ないから。
安心して眠りなさい。どうしたんだい？恋する乙女じゃあるまいし、朝っぱらからぼーっとして。え？寝不足かい？うん、そんな感じかな。ちょっと変な夢見ちゃったし。夢ね。醤油かけすぎ。いいだろう。私は塩気の効いてるのが好きなんだよ。鮭ならガチガチの塩漬けが一番だね。あのお茶漬けにでもしないと辛いやつ？そんなんじゃ血圧上がるよ。長生きできないよ。残念ながら憎まれっ子なんとやらさ。少なくともあんたよりは長生きするだろうよ。見てないで、あんたもさっさとお食べ。せっかくなんだから冷めないうちに。うん、そうだね。おかわりできますか？はいはい、どうぞ。アナ、おかずの方もいかがですか？進めてくださるのでしたら遠慮なく。ですけど、いいんですか？どうぞどうぞ。朝食は取られないという方がいらっしゃったので、少し余らせているんですよ。そういえば、宇月さんがまだ来てないね。あら、先輩さんとはお知り合いでした？はい、一応私じゃなくて咲夜さんが。あら、それじゃあ浅間さんは先輩さんを取材なさったことが？いえ、そういった仕事とは別件で。そうですか。千葉さんもまだお若いのに家業をお継ぎになっていて、今日も朝早くからお仕事だなんて立派なものですから、つい。あいつの仕事のどこが立派なんだか。はい。おかげで余計にありつけるおまんまの分程度なら
存在価値を認めてやるのもやぶさかじゃないんだけどね。あのね、次のニュースです。本日未明、蛇塚村で男性の変死体が発見されました。え？発見された男性は地元の中学校で歴史を教えている男性教諭、鹿野川さともりさん、30歳。鹿野川さんは先日より帰宅しておらず、家族の方は安否を気遣っていたところ、思いがけない訃報となった様子です。体内に血液が残されていなかったことから、死因は出血死とみられています。なお、遺体が発見された現場付近に血痕がなかったことから、鹿野川さんが殺害されたのは別の場所とみられており、こんな田舎まで最近は物騒なのね。そうですね、昨日は泥棒なんてありましたし。泥棒ぐらいなら良かったんだけど、いやね、血が一滴も残ってないなんて、吸血鬼に襲われたみたいで怖いわね。え、吸血鬼？夏だし、ついついそういった方面を想像してしまうわね。でも吸血鬼っていうのはあまり日本の怪談らしくなかったかしら。もらうって何を？あなたの血、特別な血。加藤さん？ケ、ちょっとあんたどうしたんだい？え？あんた顔色悪いよ。その、ごめんなさいね、こんな朝から余計なことばかり言って気分を悪くさせてしまったかしら。いえ、別にそんなこと。そうですよ、この子は朝にはあまり強い方じゃないだけで。それよりおかみさん、私のおかわりの方をお願いできますか？ああ、はい、そうでした。すぐにお持ちしますね。加藤さん、変な話をしてしまって本当にごめんなさいね。いえ。それでケイ、一体どうしたんだい？どうしたって何が？あんたニュース自体じゃ平気そうだったのに、吸血鬼なんてレトロな言葉を聞いた途端に気分が悪くなったみたいじゃないか。うん、ちょっと昨日の夜にね。力を蓄えましょう。私たちも弱ってるから。そうね、別に特別じゃなくてもそれなりには精がつくものね。Thank you.
昨日の夜に何かあったのかい？昨日の夜にね、変な夢を見て目が覚めたら、私の部屋に吸血鬼が出たの。吸血鬼？あ、吸血鬼っていう言い方は良くないかも。どうしてない？私たちだってそれほど一般的じゃないけど血を飲んだりするわけでしょ。スッポンだとかフランス料理の食べたことないけど何かあったよね。血の滴る鳩のローストとか血と赤ワインのソースとかかい？ああ、取材で大陸に行った時蛇の生き血を絞るショーとかもやってたね。でしょ？だから血を飲むからって別に怖いお化けとは限らないわけで。それで？のぞみちゃんとみかげちゃんって言うんだけど、着物を着た双子の女の子のお化けがね、私の血が欲しいって夜中に来たの。私の家、ハトウの家系に流れているのはニエの血っていう特別な血なんだって。それで？襲われてもうダメだっていう時にユメイさんが助けてくれたの。ユメイだって？そう名乗ったのかい？うん、いい匂いがして優しい目と手と声をしていて、私のことをケイちゃんって呼んでくれるちょっとだけお母さんみたいな人。サクヤさん？ああ、別に何でもないよ。ユメイさんのことについて何か知ってるの？知ってたら教えて。ユメイさんって私の何なの？どうしてあんなに一生懸命私のことを守ってくれるの？ハトウの家の守り神だからだろうね。そいつは昨日のお上の話にも出てたお柱様だよ。それだけ？それだけさ。それよりケイ、あんた狭間の屋敷は昨日のうちに見たって言ったね。じゃあ、もうこんな田舎にいる用事はないだろ。用が済んだんなら、さっさと帰りな。帰れ？さっきのニュースで言ってた通り、物騒な事件があって、まだその犯人は見つかっちゃいない。だから、それはのぞみちゃんたちが。相手がそういった類なら、なおさらに。あんたが狙われているんだろ。そのくせ身を守る術を持っていないんだろ。それなら逃げるのは当然じゃないか。それはでも。